福島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日はですね、うどんとご飯とそばに含まれているですね糖質についてお話ししていきたいと思います。うどんですと 250g ですね、茹でたうどん 250g で約 52g の糖質が入っています。ご飯 150g、だいたい、お茶碗1杯分ですね、軽く1杯分だと、55.1g の糖質が含まれています。ではですね、そばですね、茹でたそば 170g、 だいたい1食分ぐらいですけどもね、これにどれぐらいの、糖質が含まれているかというところなんですけども、意外とですね、うどんとかご飯はダメでも、そばはですね、いいんじゃないかと、糖質が少ないんじゃないかと考えられる方がいらっしゃるんですけども、実はそば、もですね、糖質量高いです。約、1人前で 40g の糖質が含まれております。これそばですね、例えば10割そばでも同じです。10割そばでも同じです。で 240g、このですね、こういった、主食というか、炭水化物 の多い食材というのは糖質制限ダイエットでは、基本的にですね、気をつけていかなくてはいけない食材になっていきます。そばだからといって糖質が低いんじゃないかと、思いがちなんですけども、その点はですね、十分注意していただければと思います。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。